クロンダイクへの流入経路、クロンダイクゴールドラッシュは、カナダユーコン遵守クロンダイク地方で1896年から1899年に起きたゴールドラッシュである。1896年8月にクロンダイク地方で近郊が発見されたニュースが、アメリカ合衆国のシアトルやサンフランシスコに伝わると、一攫千金を狙う人々が退去し殺到した。 ゴールドラッシュでできた町ドーソンシティは一時人口が3万人以上にまで膨れ上がった。10万人以上がクロンダイクを目指したが、厳しい気候や地形の険しさのため到達できたのは3万人から4万人。その中で幸運にも金を採掘できたのは約4000人と言われる。採掘希望者が長い行列をなして地力と峠を登る1899年に、 アメリカ合衆国アラスカ州ノームで近郊が発見されると人口流出が起きゴールドラッシュも終焉することになった。有ンゴールドラッシュとも呼ばれる。小惑星クロンダイクはクロンダイクにちなんで命名された。クロンダイクイコール 1937LL イコール 1940FG イコール1955 XG イコール 1957M イコール 1960HC イコール 1970ET イコール 1974MT イコール 1974QV2 イコール 1975VS イコール 1977JH イコール 1980DG4?MPC 2021年9月11日閲覧。ありがとうございます。